歌しかなまま始まる今日は変わらないいつも通り。ここは今からプレゼンです。いつもありがとうございます。ようこそアトリエ。有名プレゼンター身長高いですが、高所低いラファエルことだけ一ラファエル清人です。4月も中旬過ぎましたね。皆さん新生活には慣れましたでしょうか。今日はご存知ディズニーのプレゼンですね。早速恒例のクイズといきましょうか。かつて高度な文明を誇り海底に沈んだとされるアトランティス大陸、サーチライトが装備された小型潜水艇により脅威と冒険に満ちた海底の旅ができる人気アトラクションは何でしょう。チッ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 バーン。もう海底の2文字でピーンときた方いらっしゃると思います。おなじみ海底2万マイルですね。あそこは海底の旅だけあって海もストーリーもなかなか深い世界です。今日は一緒に脅威と冒険、海底の旅へと向かいましょう。ご登場の準備はよろしいでしょうか。それでは早速、ディズニー海底2万マイルプレゼンの時間です。行きましょう。海底2万マイル。ファストパスも発見することができるんですが、平日は10分弱、休日も1時間弱で気軽に乗ることができるのでおすすめです。アトラクションの内容はミステリアスアイランドを統括する天才科学者ネモ船長。そう、前回のセンター打ち合わせで紹介したネモ船長が今回も登場するのでよろしくお願いいたします。ネモ船長が開発した小型潜水艇ネプチューン号に乗って海底の船旅に出るストーリーですね。最初自分勘違いしてたんですけども、海底2万マイル、あの2万マイルって単位海の深さを示す単位かと思ってたんですけども、そうじゃないんですよね。調べると1マイル 1.6km で2万マイルは 32,000km になります。これが海の深さだと大変なことになります。地球上で最も深い海溝マリアナ海溝でさえ深さ 11km です。そして地球の直径は 12,000km です。海底2万マイルが深さの単位だとしたら、その海溝はマントルを突き抜けて地球を貫通している計算になります。日本海を潜って潜水して浮上したら、そこはアルゼンチン沖の南大西洋だったみたいなファンタジーな話になってしまうんですよ。いけませんね。なので海底2万マイルは深さを表す単位ではなく、旅をした距離だそうです。ここお間違いのないように。そしてここには皆さんおなじみの隠れミッキーがいくつか点在してるんですが、海底2万マイルには独自の隠れキャラクターがいます。それがファインディングニモとアリエルです。小型潜水艇ネプチューン号なんですが、6人乗りのアトラクションで、正面左右右左と各シートに2人ずつ座る設計になっています。正面の席が特等席で、そこに座りたがる人が多いんですが、ニモを見ることができるのが入って左側の座席です。船長が、シガンクルーの諸君、こちらはネモだって話し始めたら、潜水艇の窓の外をすぐ見てください。オレンジ色で白と黒のしましま模様の隠れクマのみなファインディングニモを見ることができます。お見逃しなく。一方、アリエルを見ることができるのが入って右側の席です。アリエルは少々難しいです。隠れアリエルは2つあります。アトラクションが始まって、潜水艇は船の墓場っていう沈没船がゴロゴロ転がっているところに進むんですが、その沈没船の船体をじっくり観察してください。船の船体に彫られている彫刻と船に描かれている丸い額縁の中、この2つに隠れアリエルがいます。彫刻の隠れアリエルはサーチライトが使えるようになってすぐの場所にあるので、時間との戦いです。急ぎましょう。隠れにもと隠れアリエル、なかなかレア度の高いキャラクターです。見つけたら友達にどうだって言って自慢しましょうね。さて、アリエルを見つけたのもつかの間、潜水艇が船の墓場を抜けると、巨大な海の怪物クラーケンに襲われてルシファー海溝という海溝に落ちます。地図で言うとルシファー海溝はここですね。ちなみにルシファーは堕天使の名前です。悪魔王ルシファーとかよく言うでしょ。この海の怪物クラーケン、よく映画やドラマにたびたび出てきますね。パイレーツ・オブ・ザ・カリビアンではデイビー・ジョーンズのペットとして出演してましたし、ワンピースでは巨人島編でルフィが手なずけてましたね。船の墓場にある沈没船はクラーケンの仕業による残骸なんですけども、研究熱心のネモ船長のことだからクラーケンのこともよく調べてるかと思いきや、全然資料が出てこないんですよ。 Q ラインにクラーケンのイラストの一つもあればいいなって思ったんですけど、全然出てこないんですよ。こちらの卵の影の化石なんですが、実物は直径60センチほどでかなり大きいサイズ。化石として取り出されたのはまだの成長過程のラーバーモサです。ラーバーモサの影は氷河の怪物、ネオ船長のように化石ではあるが、これはひょっとしたら怪物のような生き物かもしれない。しかしこんな生き物が今の生きているというのはバグで考えると記述を残しています。センターオブジアスであれだけ事細かくびっしり記述を残していたのに、なんでクラーケンはこんな真っさらなんだろうって思ってたんですけど、この付近ではたびたび強力な海流が観測されるが、このような現象は何か巨大なものが動いた場合にしか起こらない。だがどんな怪物がいるというのかと言葉を残しています。要は自分たちゲストはアトラクションに乗って海の怪物クラーケンは巨大なイカだって目で直接見て認識することができるんですが、ネモ船長はまだ見たことがないんですよ。ルシファー海溝には巨大な海の怪物クラーケンがいるっていうことは分かってたんですけども、巨大なイカだっていうことはまだ知らないっていう設定なんですね。クラーケンを巨大なイカだと認識する術は2つあります。
一つが直接アトラクションでクラーケンを目視する方法、そしてもう一つがある意外なところにクラーケンの全身のイラストが描かれた絵を見ることができます。これ自分がした時になかなか感動したんですが、足を運んでほしいある意外な場所というのがみんな一度は泊まりたいホテルミラコスタ。ここで宣言させていただきます。いつかミラコスタに泊まってやる。ホテルミラコスタに泊まって部屋をルームツアーして C の夜景を見ながらシャンパンを飲むのが夢の一つです。大物になっていつか実現させるので今に見ててください。よろしくお願いいたします。それでですね、いつも悔しい思いをしながらホテルミラコスタのロビーまで一般の人も入れるんでロビーを貧乏ツアーとかしてるんですけども、ホテルミラコスタの1階に飾ってあるこちらの絵をご覧ください。これはかなり貴重な絵です。わかりますでしょうか。勘のいい方、マニアの方だったらすぐピンとくると思います。何かが足りないんです。そう、 C の2大アトラクションタワーオブテラーとレイジングスピリッツが描かれてないんですよ。この絵は東京ディズニーシーオープン当時、ホテルミラコスタ開業当時から飾られているもので、パークの絵も当時のままなんです。この絵の面白いところが、現在はもう終了してしまったアトモスショーの様子が描かれていたり、インディン・ジョーンズ・アドベンチャーの背後に不気味な顔、不気味な表情が描かれているんですが、この顔、この表情はアトラクションで存在感を放つクリスタルスカルが描かれていたりと、歴史とユーモアを感じる一枚の絵なんだよね。そして注目してほしいのがミステリアスアイランドのルシファー海溝。ここにしっかりと描かれているのが小型潜水艇のネプチューン号と海の怪物クラーケン。アトラクションではクラーケンの目や足の一部分しか見ることができなかったんですが、実はとんでもなく大きな体をした未確認生物ユーマだったんですね。ニモ船長も確認すること、ニモ船長じゃない、ネモ船長、もうケアレスミスです。もうファインディングネモだかニモ船長だかもうぐっちゃぐちゃになりますね。これ余談なんですけど、前回センターオブジアスでネモ船長って連呼してたんですよ。そしたら途中から疲れてたのかモネ船長って言ってたんですよ。天才科学者モネ船長って言ってて、そうとは知らずにアップロードしたとリザーさんにモネ船長って言ってますよってコメントいただいて確認したら、もうモネ言ってました。本当にごめんなさい。もしかしたら今日もどっか間違えてるかもしれませんね。気をつけます。ネモ船長も確認することができなかったクラーケンの全身が描かれた貴重な絵です。造語にはなるんですけど、隠れクラーケンとしておきましょう。ホテルミラコスタにお泊まりの際はぜひ探してみてください。さて今日はこの辺りにしましょうか。続きはまた次回のプレゼント時間にいたしましょう。しばしお待ちを。それではまた。これが謎の光の正体、水中都市アトランティスです。